パンテリスカペタノスは、ギリシャプトレマイダ出身のサッカー選手。元ギリシャ代表。ポジションは FW。ストライカーとしてプレーし、土壇場で、ヘディングゴールを決めると前腕で額を隠すポーズを取る、ことで知られている。コザに、FC でデビューを果たし、イラクリス、テッサロニキ FC、エクアテネ FC でプレー。エクでは、 UEFA チャンピオンズリーグの舞台を経験するも、負傷などで大きな活躍はできず、2008年夏にフリートランスファーでステアワブカレストへ1年契約で加入。最初のシーズンは11得点を決め、ボグダンスタンクと共にチーム得点王だった。予想外の活躍を見せたカテタノスに対し、クラブは契約を2年間延長した。それに応えるように、 翌2009から10シーズンはリーグ戦で15得点、全大会含め19得点を決め、2シーズン連続でチーム得点王になった。しかし、2011年1月にクラブが高年報を理由にカペタノスとの契約を終了することになった。カペタノスはステアウアブカレストからフリートランスファーで出ていくことになったが、クラブ側は 同じリーガ1のライバルたちと契約することを望まなかった。同月3年半の契約で CFR クルージュへ移籍した。しかし、半月板損傷手術のため移籍してもすぐに試合が出られず数ヶ月の欠場が余儀なくされた。2011から12シーズンは12得点を決め、クラブはこの5年間で3度目の優勝を果たすという。 素晴らしい年を過ごした。2012年7月14日、スーパーカップのディナモブカレスト戦で後半から出場すると、ロスタイムにゴールを決め引き分けに持ち込んだ。その後の PK 戦では、キッカー一番手として役割を果たしたが、最終的にトロフィーはディナモの方へと渡った。2004年に U-21 代表として13試合に出場。 2010年3月、ステアワでの活躍により A 代表に初招集され、セネガル戦にてデビューを果たした。2010FIFA フフワールドカップのメンバーに選ばれ、韓国戦でワールドカップデビューを果たした。弟のコスタスカペタノスもサッカー選手。結婚して2人の子供がいる。au.o, インバロ。ステアは CFR クルージ1、1ステアは L、A。 トランスフォートポリエチレンポンテリスケーペターノス、パスコーニーコンフィルマトランスフォールリュイケーペターノスラ、CFR クルージ、ポンテリスケーペターノスセオペレアザラマニスク、タイトルルイーイーイングリュア、ユークルージ CFR。2から3イ、エチパリュイアンドネイー、ノーアキャンピオアーナ、ケーペターノス2011から2シーズン、ダイナモバテ。 CFR ララビトゥーラルでデパールアイアスーパーキュパ、ポンテリスケーペターノス、コンボケットラナッツヤナラグリーンシハットケーペターノス A デビュータットラクパムンディアイアル。ありがとうございます。